スクロール、キングダムランキング、大地を揺るがす将軍たち、怪力ランキングトップ10。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。今回は怪力ランキングトップ10についてお話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。キングダム作中に強い武将はそれこそ大量に登場します。では怪力という点に絞った場合、どのような順位になるのでしょうか。速度はないけど一撃は重い、など、強さとは、少しずれた順位になりそうですよね。そこで、今回、怪力のランキングをトップ10で分析してあげてみました。ちなみに、特殊な能力持ちなどはランキングから外しています。背景やランカイを入れてしまうと、一気に、おかしなことになりますので。それでは、怪力ランキングを10位から見てみましょう。他にこんな順位になると思うなど、ご意見や感想がありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。10位ゼノン。まず10位はゼノンを選びました。寒気軍で最強の戦力であり、文字通りのバーサーカーですね。大水を武器として使い、敵兵を兜ごと握りつぶすなど蒸気を逸した力を持っています。盾兵も盾ごと叩きつぶすなど、一般兵では防御すらかないません。彼を止められるものは将軍の中でも一握りしかいないと思われます。まさに王風といった感じですね。9位、ロゾ。次に9位は拳銃王であるロゾを選出しました。比較対象としてはいい具合にフィガ王がいますね。山の民でもトップクラスの攻撃であろうフィガ王、一撃の重さで圧倒し終始優勢を保っていました。この描写の様子だと、おそらく山の民でも最強の怪力を誇るであろう。タジフ相手と比べても勝るのでしょう。単純に怪力だけという様子でもありませんが、とにかく、その魚力の強さが際立ちました。できれば、平地の将とも戦ってもらい、もう少し、詳しく力を見たかったですね。8位、バテイ。8位は、ウィガンの騎士の片腕である、バテイをランクインさせました。バテイは、大物を獲物として用いて、怪力を存分に活かして戦います。その威力は芯を一撃で吹き飛ばし、2脚目で馬の足を折るほど。結局芯もその後まともに打ち合っていないため、攻撃を受けること自体が困難なのでしょう。狩猟相手には劣勢だったようですが、おそらく攻撃速度が高い将なので、バテイが一方的に主勢になっていたという様子が想像できそうですね。願わくば怪力の将同士で戦ってもらい、より詳しい立ち位置を知りたいところです。7位、モーゴウ。そして7位はモーゴウです。ボンショウという評価が先行していましたが、連覇相手に力では圧倒しており、吹き飛ばしたり、馬の獅子をへし折るなど、怪力を見せつけていました。速さでは、連覇に劣ったために、最後の一撃の前に腕を切断されましたが、結局、連覇が、モーゴウの攻撃を受け止めきれた描写はありませんでした。さすがは、新最強の怪力を誇る、モーゴの父親というところですね。実は、戦い方次第では、猛将になれた可能性もあるのかも。6位、ガイモウ。6位は義火竜七種の猛犬、ガイモウです。義火竜の、中でも、最強の怪力を持ち、パワー弾頭といった風貌でしたね。オウキや連覇は、戦いを避けていたとのことで、詳細な比較はできません。しかし成長し、矛を使い始めた芯を一撃で遥か彼方まで吹っ飛ばし、脳裏に連覇の一撃を想起させるほど、最終的に芯は終始劣勢のまま勝負は流れてしまいました。終盤はガイモンの攻撃も受けていたので、バテイとの上下を悩みましたが、吹き飛び方が尋常でなかったため、ガイモンをより上だと位置づけています。5位、フォーキ。そして、トップ5入りをした5位は、真の会長、オウキとしました。オウキは、怪力のイメージが薄いかもしれませんが、お腹を刺されて、死にかけの状態で、ハーケンの受けを圧倒して、首を取りかけていましたね。深々とお腹を刺された状態なので、腹筋や背筋は、うまく使えていないはず。にもかかわらず、無限の呼吸を使える武神、ハーケンを両力で圧倒するというのは、驚異的な怪力と言ってもいいでしょう。お受け相手に、実力以上の力が出ていたという可能性はありますが、斬首一歩手前まで行ったのは事実です。その点を踏まえて5位としました。4位、
ヒョウコン。そして、4位はヒョウコンとしました。ヒョウコンは、平時は、右手に、矛、左手に、盾を構え暴れ回っていました。他の将は、普通、両手で矛を振るうのに、片手だけで持った矛で、戦場を、縦横無尽に駆け回り先頭に立って、敵の防御陣を抜けています。これは、怪力のなせる技と言えるでしょう。また、注目したいのが、最後の戦いです。ヒョウコンは、片手を切られた後、右手だけで、宝剣の受けを圧倒し、あと一歩で首を取れるところまで、矛を押し込んでいます。これは王騎と同様ですが、注目したいのが、この時の宝剣の受け方です。王騎は、片手で矛を振るい、宝剣も、片手で、その矛を受け止めてました。しかし、ヒョウコンの場合、片手の攻撃に対し、宝剣は両手で受けています。にもかかわらず圧倒できているということは、怪力だけで言えば、おゆきより上と言えそうです。3位、ポンコツ。3位は、秦が誇る6大将軍で、最強の怪力を持つ、おゆこつとさせていただきました。描写こそ少ないですが、比較対象として、おゆきが挙げられます。おゆき自身、かなりの旅力の持ち主であり、それを上回るという評価なのであれば、この順位は妥当ではないでしょうか。その関連に敗れてはいますが、互いの年齢差がわからないので、一概にどちらが強いとは比べづらいです。とはいえ、勝負の結果を加味して、王骨は、この順位とさせていただきました。2位、韓明。惜しくも2位になったのは、その大将軍である韓明です。6勝1の怪力を誇る王骨を破り、合将軍では、圧倒的な力を見せつけてました。武器も大剣に大水、奮闘鎖といずれも、余力が必要なものばかり。その威力は近づくものを投げ払い、消滅させるがごときものでしたね。体格も非常に大柄であり、巨体とされるムーブよりも一回り大きく。見た目からも、その怪力が伺い知れます。1位の人物の覚醒までは、文句なしに暫定1位だったと言えそうです。1位、ローブ。そして、最後の1位ですが、やはり、これは、文句なしに、ローブだと思います。ヨシシチューとして長くとどめ置かれましたが、その進化を発揮した力は驚異的です。ドンキである大粒の一撃で頭を削り取り、一人先頭に立って敵軍をほふっていきます。怪力という点では中華一だと言われていた韓明相手に中盤から押し始め、最終的には勝利しています。今の中華には、マーボの攻撃を正面切って受けられる者はいないのでは？盾兵も簡単に跳ね飛ばし、負傷している状態でも誰も止めることが叶いませんでした。それほどの怪力を誇るモーブは、文句なしの怪力ランキング1位だと思います。以上が怪力ランキングトップ10でした。モーブや韓明は想像できたでしょうが、意外に、おゆきやヒョウコンが高かったですね。私も、このランキングのために読み返して、面白い発見でした。また、ランキングには入りませんでしたが、怪力のイメージがある。流星やタジフなどの力だけで言えば、相当なものでしょう。さすがに上位陣が化け物だらけなので、今回は食い込めませんでしたが、遊び企画などで、腕相撲ランキングなどやってもらえると面白いのですけどね。今後の展開はこうなってほしい。これが気になった。などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。